すいません、今日金曜だわ。え、仕事してんの？え、でも暇でしょ今。インスタ見に行ってきて。クリパレの、リトルグリーン麺載せたから。ほぼ土曜日みたいな。それ勝手にそうしてるだけなんじゃないの？自分が。知らんけど。天皇陛下見に来てる。天皇陛下。あ、あれか、被災地に来てくださるみたいなやつですか。両陛下いらっしゃるんですかね、それって。あ、そうだ、輪島に来てくれたんだ。せやせや。優しいよね。優しいとかっていうことなのかわからないけれど、なんかその、来てくださるって決まったのもすごく最近だったので、そのニュースは知ってました。そうだ、鈴まで来てくれたんだっけ。被災地と避難場所。素敵だね。そんなことしてくれるのっていうね。そんなことしてくれるのっていうね。ありがたいね。ほんまに。なんか、すっごいスタバに行きたくなって。ついさっき行ってきたんですよ、スタバに。して フラペチーノが急になんか言えなくなって、フラペチーノって言っちゃって。 なんか米津玄師みたいな、フラ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 ミンゴみたいになってて、自分で笑っちゃってて。 ちょっ
ちょっと本当に恥ずかしかった。フラメッチーノってなってて、本当に恥ずかしいです。助けてください。おお、ちょっと待ってね。え、なんかちょっとイケメンだったな。え、なんかちょっとイケメンだった今の人。ちょっと、え、出てこようかな。なんて。都合よく聞こえなくなるの何なの。え、なんて。なんかちょっとね、あ、ちょっとね、なんかちょっとイケメンだった。え、なんて。イケメンってどういう意味。そのままの意味だよ。イケ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 メン。ちょっとよくわからない、ごめん。もういいよ、ごめんね。みんなにはちょっと疎い単語だったね。そういえば、あ、すごい桜降らしてくれてありがとう。この間からすごい桜降らしてくれるやん。ありがとね。おお、ちょっと待ってね。大盛況なんだけど。え、大盛況なのに、イケ戻ってきた。イケメンに敏感になるな。イケメンに敏感になるな。今のもう一回なるかもな、ちょっとわかんない、まだ。もしかしたらもう一回なるかも。
やっぱりね。すいません。今のはただのおじさんだよ。大丈夫、安心して。いや違う、みんなのことを安心させるためにただのおじさんとか言ったけど、別にディスってるわけじゃなくて、優しい配達のおじさん。みんなほら、みんなのせいで誰かが不幸になったじゃん。本当にやめなよ。私は今みんなのことを安心させるためにただのおじさんだよとか言っちゃったけど、ただのおじさんがかわいそうじゃん。そしたらねえ、やめて。違うからね。違いますから。ねえ、ほんとさ、そういうとこあるよ。じゃあみんなのことを安心、優しさね、優しさ。ほんとに勘違いしないでほしいのは、これは私によるみんなのための優しさね。でも言いたいこと分かるでしょみんな。そんなに、いつからそんなに物分かりが悪くなったわけ？いや、それは最初からそう言えばいいんだよ。みんなが、みんながびっくりしてる。の、早く見たいな。グッズが本当に可愛くて。そう、かわいいってなるから、それを見たい。できれば私の前で驚いてくれない？それは無理？
グッズ初見動画。でもみんなそういうのやんないじゃん。2割ってさ、マジ動画とかさ、写真撮んないよね。なんかもっとさ、Vlog みたいなの上げてほしいのに。上げないよね。一人だとなんと、確かに。でもさ、なんか足元だけ写してる人とかいるじゃん、 Vlog でも。Vlog 撮ってみるか。え、撮ってみてほしい。なんか一時期さ、やってた人がいたんだけど、やめたのかな。あまりにも現場がなさすぎてやめたのかもしれない。会社と家と会社の往復を Vlog 撮ってほしかった。まあ確かにそれはそうだね。一時期リカちゃんだけに動画あれか、顔さらすのが嫌な人が多いのか。なんで？推しメンこんなに自己顕示欲高いのに君たちは本当に低いよね。推しメンはこんなに自己顕示欲高いのに。撮ってよ、Vlog とか。どう？2割の日常 Vlog。 撮ってほしい、ぜひ。じゃうわね。
こんにちは。今日はでもご飯食べる。昨日あんまり食べてないから。みんな今日何食べる？未定です。未定か。未定と言われてしまったらな、仕方ないな。脳死すぎる会話が。だってさ、可愛いイヤリングないんだもん。イヤリング探してた。違う、イヤリングずっと探しててさ、私でさ、やっぱ可愛いなと思ったら全部ピアスなわけ。で最近なんか増えてきたなと思ってたの、そのイヤリングも。え、てかさ、あれだよ、ホッカーさんイヤリング送ってくれたの見た、ありがとう。なんかね、プレゼントがね、じわじわみんなから届いてはいるの。本当にありがとね。あのなんかラプンツェルのやつとかも、あのね、すごい使ってるの。だから使ってるの見て、あ、使ってるなって思って、あのもしその時に身につけてたりしたらまた言うようにするからさ、あの全然紹介最近できてないんだけど、またやるね。もうね、日常に散りばめられすぎてて、ウェットティッシュとか、あの死ぬほど届いてんの、あのおかんずから。どういたしましまてなんて。いやでもなんか本当に今あのすごいあの嬉しいです。たくさん届いてて、ただその紹介できる暇がなくて、暇がないっていうか私の余裕がなかった。やっぱあのちょっと忙しかったんだよね、今月は。だから来月はもうちょっとできるようにしますが、配信とかも。今月ちょっとね、バタバタバタとしていて、なんか少ないなと思ったでしょ最近。そう、まあイベント前っていうのもあるんですけど、いろいろとありまして。そうなのよ。だからあの使ってます、なんと。びっくりびっくら仰天、使ってます。はい、なかなか皆さんに お目にかけられないだけで。リカちゃんのペースでいいのよ。なんかすごい菩薩みたいな菩薩みたいな人いるわ。ありがとう本当に。使ってるよ、ロケとかでね、あの見ると思いますので。ちょっとお腹うるさい。あのよかったらぜひ見てみてください。ちゃんと使ってるので。あのあれ、これ私のじゃね、俺のじゃねってなったら大体そうです。あのなんか余計な詮索して、いやこれはリカちゃんが買ったやつかなとかたまに言われるんだけど、なんか間違ってたらごめんだけど、これ私のみたいな。あのね、そうです、大体は。はい、大体はそうなので、そうだと思ってください。あのもっとみんな強欲、そうなんか結構さ、なんかさあれするよね、遠慮するよねみんなね。遠慮するでしょ。なんか2割は特にそういう
感じだ。強欲になっていいよ、もっと。てかね、思った、私気づいたことがある。人はやっぱちょっと強欲じゃないと損する。それはありそう。え、なんでかっていうと、その自分の思いをさ、やっぱちゃんと伝えられないわけじゃないですか。強欲じゃないと、あ、ちょっとダメかなとか遠慮しちゃってさ、言えないわけじゃないですか。でもね、それマジで損するってことに気づいたんだよね。なんかやりたいことやりたいとか、なんかこんなことしたい、あんなことしたい、こういうことになったら嬉しいなみたいなことを口に出していかないと、なんか私なんかって思ってたら一生チャンスを逃すかもしれないから、もうここだって思ったタイミングでもうみんなその言った方がいい。なんか本当真面目でなんかちょっと優しめの人が損する世界になってんのよ、完全に。私はね、気づいてしまった。あ、優しすぎたらダメなんだ。だからなんかちょっとね、あ、ちょっとこれ申し訳ないんですけどみたいな感じでもいいから、やりたいことはやっておいた方が損っていうか、なんか後で後悔しないと思うよ。あの時やっぱり遠慮せずにやっとけばよかったってことが絶対に出てくるから、そう、謙虚になりすぎるのも良くないと思う。本当にやりたいことを全てやる人生にした方がいい。説得力あるっしょ、私が言うと。そうだよ。だって私だってさ、本当はすごい遠慮してたの最初。本当にって思うかもしれないけど、遠慮してたんだけど、なんか一応ね、その岡田さんがドレスどういうのがいいとかありますかって聞いてくれたのよ。で、私はなんか、いや、でももうね、契約はしてないから、おされと NGT は。だからなんかちょっと頼むの気が引けるなと思ったんだけど、でもここで言わなかったら一生後悔するかもしれないと思って言ったの。ちょっと、もし無理だったら大丈夫なんですけどって。本当は私はしのぶさんの衣装が着たくてこう入ってきてるので、しのぶさんにお願いしたいんですけど、ダメですかね、予算的に厳しいですかねって聞いたら、ちょっと無理するけど頑張っていますかという感じになってくださったんですよ、最後のね。お願いですし、功労者ですからって言ってくれて、私なんて何もしてないよ。ほんと何もしてないのに、そうやって、そう、優しく私のことを送り出してくれたんですよ。やっぱだからね、やりたいこととか言いたいこととかやった方がいいか、これみたいなことはやっといた方がいい。マジでマジでマジで。うん、オカピイケメン、オカピはねマジでね、四五でき。っていうか、なんか私のことを多分一番理解してる。中井さんは早くやってくれないとダメだもんねみたいな。そうなのよっていう気持ちになる。そう、ノータイムで OK って言ってもらえないと不安になっちゃうの。せっかちだから。あのね、うちのじいちゃんがね、あ、もう亡くなっちゃったんですけど、うちのじいちゃんが死ぬほどせっかちだったんですよ。
そうだ、じいちゃんに育てられてるから、私じいちゃん譲りのせっかちがもういまだにこうじいちゃんのイントネーションどないかならんかって思ってるでしょ。私も思ってる。そうなの。だからなんか確認しますじゃなくて、なんかお母さんは一回いいよって言ってくれるのよ一旦いいよって。で一旦いいよって何ですかって言ったら、中井さんはすぐいいよって言わないと不安になっちゃうでしょって理解者すぎるだろそれはさすがにと思ったんだけど、でも本当にそうなんですよね。そう、ダメ元っていう、そうダメだ、もともとでいいと思うよマジで。なんかどうせダメだからって諦める人生にはやっぱしたくないなと思いますね。やっぱみんな強欲になった方がいい。2割強欲計画始動。2割強欲計画始動。強欲の魔女になってください皆さん。強欲の魔女わかんない人いるか。強欲の魔女っていうのはいるんですよ、 D0 に。そう、エキドナっていう。あれどうなったの、続き入ってる？もう全然続き見てないや。最近忙しすぎて、雪うさぎんとこで止まってるだいぶ前じゃね。雪うさぎのシーンで終わってるわ。ちょ、シーズン何なんだ。でも結構ある。だから今から見るよって人は結構頑張んないと無理かもね。今度またやるよね。ね、楽しみ。しかも原作が小説なので、なんかさ、これがさ漫画だったら読む気になるじゃんちょっと小説かっていうだからなんか原作ファンとかガチ勢いたらごめんね。2割強欲計画始動。ちょっと遅いな。それさっきの話だな、それ。ねえ、聞いてん？あのさうざかった、今。リーキャンディのさ、花柄ワンピあるじゃん、紫の。あれがラプンツェルコーデにふさわしいと気づいて、それでね、ラプンツェルカフェに行ってきたの。ちょっと映えたから投稿するわ。
え、そう、結構ね映えた。ラプンツェルさんってなった。そう、やっぱ春はあのワンピ着たくなるよね。もう捨てた？急に。もう捨てちゃった？捨てないで。ねえ、もう早くグッズ見て。いつ情報解禁なの？ねえ、早くグッズ見て。お願いだから。解禁楽しい。でもその日のた、その日まで分かんないのかな。グッズが届く日まで分からないとかある？さすがにさ、ファンクラブみたいなのでさ、気にさ、やってくれるよね、きっと。いつ届くみたいなの来ました？発送はいついつですみたいな。え、なんかさ、私もさ、なんか欲しいんだけどさ、なんかいかんせんご本人様だから分かんないんだよね。うん、特殊条件発動、ご本人って感じだから。発送なんだ。え、知らん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 。ごめん、間違えたかも。知らん知らん。その日にもらえるかもしれん。え、知らん知らん知らん。え、本当に知らん。私に聞かんで。ご本人様ってなるだろうけど、わかんないから聞かんで。特殊条件発動、ご本人って感じだから。うん、ご本人何も知らず。ごめんね、情弱で。自分のことなのに。もう昨日からさ、2700のさ、このダンスもするが頭に残りまくっててさ、本当にやばい。このダンスしちゃダメ、キスをしなくちゃ、キスをしながら、このダンスしちゃダメがすごい頭に響き渡ってます。頭痛が痛いです、これは。さすがに僕はもちろんこのダンスをする。キスかこのダンスか、僕が出した答えは、僕はもちろんこのダンスをする。何がっていうね。大好きこれ。やっぱ平成のリズムネタ好きだな。本能寺の変とかもだし、あの武勇でん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 も好きだし、やっぱ平成のリズムネタって最高だよね。だってこれも11年前のやつだからね。
仕事終わりました。よかった、お疲れ。何度も聞きたくなるよね。いやでももうほんと一回聞いたらずっと頭に流れちゃうからつらい。流行った、何のダンス、何のやつが流行ってた、みんなの時。椿鬼奴、懐かしいな。違うか、椿鬼奴ではないか。懐かしいな。どうしよう、でっかし、え、ヒットエンドラーンってなんだっけ、鳥居みゆきだ。パペットマペットがね。パペットマペット、カエルくんと牛くんでしょ。カエルくん、カエルくんのやつでしょ。このダンスをする、このダンスしたい。僕はこっそりこのダンスをする。リカちゃんと振り付きでできるよ。リカさんはお詳しいのです。これ終わったら知らない人調べてみて、マジでマジでおもろいから。オンバト分かるよ。8.6 秒バズーカです。6秒バズーカはなんかあんまり好きじゃなかった。あるある探検隊大好きです。あるある探検隊でしょ。すぐダンズンブングンゲーム、カナダさん好きだからな。
カナダさんマジでかっこよかったな。カナダさんの、カナダさんのさ TikTok 見たことある？マジでイケメンだからね。カナダめ。ジャンル違いの好きが紛れバレてた。バレてたか、さすがに。なんか最近入荷した怖い話していい？最近入荷した怖い話があるんですよ。またしていい？なんかまあディズニーでさ写真とか撮るやん。でまあ誰も撮る人がいなかったら、その道行く人にさ撮ってくださいって言って言うのよ。わかる？そのディズニーのゲストとか、まあキャストさんとかで、その時たまたまキャストさんがいなくて、で、あーこれじゃあ人に頼むしかないかと思ってて、そうで、まあその辺のにいた人に、すいませんここで撮ってもらっていいですかって言って頼んだので、まあ縦がいいですか横がいいですかって聞かれて、あーじゃあ普通に縦でって言って、でまあ何枚かパシャパシャ撮ってるよね。撮ってるじゃん。でまあそこまでは全然いつも通りの出来事で、あすいませんありがとうございましたって言って、で、あなんかちょっと画像確認してほしいんですけどって言われて、で画像確認したので、ちょっとこの人ずっと映っちゃっててみたいな言われて、で、あーなんかいますねって言って、それがなんかまあディズニーにこんな人来るみたいな格好してる、なんかなんて言うんだろうな、もう本当なんか魔女みたいな地域に絶対あるゴミ屋敷に住んでる、そうなんかわかる言いたいこと、ちょっとなんかまあ言い方悪いけど、まあ、ちょっとなんか小汚いというか人だったので、あーこの人ちょっと今この人映っちゃってるんで、もう一回ちょっと撮り直してもいいですかってその人が言ってくれたの、撮ってくれた人が。で、あすいませんって言って、でパッて後ろ向いてどこにいんのかなと思ったの。でも映ってるところにいないのよその人。そう映ってるところにいなくて、で、あもういなくなったからじゃあ撮れるかなと思って、で普通に撮ったの。
で多分大丈夫だと思いますって言って確認してみてくださいって言って、まあその場でもう何回も撮ってもらってるから申し訳ないから、あ全然いい感じですありがとうございますって言ってさ、まああんまりちゃんと見ずにこう別れたわけよその人と。すいませんありがとうございましたって言って、で写真大丈夫かなと思って見返してたら、あのねずっとその人がいるの。でもこの人は切って撮ってくれてたはずなの2回目は。で全部の写真にそれがいたので、なんかその2回目のやつがうまく保存されなかったのかなと思ってなんか見てみたんだけど、その2回目明らかに2回撮ってる枚数保存されてたのね。で画角もちょっと変えてくれてんの、その人がそこにいた画角じゃなくてその映らないような画角で撮ってくれてんの2回目が。でも全部にいるので、その人も別れる時に多分大丈夫だと思いますって言って、映ってないと思いますみたいな感じで言ってくれてたので、私も見た限りもうそこにはいなかったの。でも全部に映ってんの、怖くない？みたいな、どういうこと？みたいな。そうで、あーなんかこれうちらにしか見えないやつかみたいな話をしてたので、なんかその写真もなんかこう枚数をさ横にこうスライドしてったらさ後の写真になるじゃん。でその最後の方に撮ったのはなんかどんどん近づいてきてる気がして、なんかちょっと怖くないみたいななって、その写真は消したので、もう一回同じ場所で撮りに行こうっつって、それは全然大丈夫だったんだけど、なんかその時だけそのなんか気持ち悪くて消したのよ、せっかく撮ってもらったんだけどね。でもなんかずっと写ってたからね、ちょっとこれ気持ち悪いねって言ってもうその場で消したの、友達と二人で。これはちょっとさすがにキモいわみたいな言って、でなんか友達もめっちゃ怯えきっちゃって、お祓い行った方がいいかなみたいなそう、それがちょうどね私側じゃなくて友達側にいたのよ。友達側の後ろのベンチみたいなのに最初映ってたのに、最後の方どん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 こう近づいてくるみたいな感じでなんか大きく映ってて、でキモいキモいってなって、でもさいなかったよねみたいな確認した時みたいな、でだってうちらいなくなったからもう一回撮ってもらったんだもんって言って、その友達とも話というか辻褄が全部私たちの中では合ってて、怖みたいな怖くない？なんでさこんなさ意味のわかんないことがさ定期的に起こるわけ？私やっぱ呪われてる？でもなんかちょっとディズニーには似つかわしくないというか、いたら逆に目立つだろうなみたいな人なのに、なんかね誰も気に留めずいる感じがちょっとゾッとしましたね。マジで怖いな。だから私の怖い話ちゃんと怖いからみんな覚悟して聞いた方がいいよだから言ったじゃん話していいって一応確認は取ったからね私、話していいですかって。いやでもそんなこともあるんだなと思ってました。なんかさディズニーで写真撮ったらね、ちょっと休憩がてらお茶でもしよっかって言って入ったなんかカフェとかでこう写真さっき撮った写真ちょうだいみたいな
そういうやり取りをするのよ、よく私たちは。でなんかまあそういうのでも慣れてるから、なんか後で見ようと思ってその時確認しなかったのも悪いんだけど、でもその人さ、めちゃくちゃ一生懸命さ、それをなんだ映り込んでる人をさ切ろうとして頑張ってくれてたわけで、多分大丈夫ですって言って渡されてるのももうしっかり覚えてたから、っていうかあの人大丈夫って言ってたよねみたいな話をその友達ともして、え言ってた言ってた、私も聞いたよみたいな、えじゃあこれおかしくないみたいな、そう怖ない、えどういうことみたいな、さすがに。でもなんかたまたま戻ってきただけかなとかも考えたんだけど、でもなんかやっぱ深く考えないようにしよう、怖いから。でもなんか最近なんかたまにあるって言ってたじゃん、ポルターガイストみたいな、なんかちょっと物音がしたりさ、あれがもうパッタリなくなって、なんでかわかんないんだけどパッタリなくなりましたね。そういうコスプレってこと、ディズニーコスプレ禁止なんだよな。コスプレか、あれは。じゃあでもなんか、いや嬉しいことだよ、よかったって思ったけど、なんかこれが何かの嵐の前の静けさだったらどうしようみたいな、やっぱ私は悪い方向にしか考えられないタイプの人間なので、満足したんかねそれだったらね最高だけどね。ちょっと大変だこれから、春って忙しくね、私だけ。なんかさ花がさめっちゃ咲くじゃん、やっぱさお花の妖精だからさ撮影が立て込むんすよねお花の妖精だから私は、なんかお花と撮影しましょうみたいなことが結構ありまして、そう私撮影好きだから全然いいんだけど、
チューリップ可愛かったでしょ。今ねディズニーに咲いてるんですよ、チューリップが。ぜひ皆さん行ったら見てみてください。なんかさなんかこの間なんか友達さん出してて、私のファンの人さ全然ディズニー行かないんだよねっていうかさ、なんかさ普通推しが行ったところに行ってさ、なんか一緒にな感じで写真撮ったりさ、オタクってするくないみたいなことを、まあ、みんなの悪口をね友達にこぼしたんですよ。そしたらあのさ一個言うけど、あんたの頻度がおかしいんだよってって言われて、あー確かに絶対に追いつけない頻度で来るやんって、だからあんたの頻度がおかしいんだよって言われて、あのごめんってなった、みんなごめんってなった。確かにそうだわ、私がおかしいんだわ確実にそうだわ。でもさ言ってくれたっていいじゃん、聖地巡礼みたいなさ。なんか一緒に行った友達とかもさ、やっぱこの表で活動してる子だったりするわけじゃん。そういう子とかがさ、なんかファンの人が真似して写真撮ってくれたのみたいなさ言ってるとさ、いいなって。でもあれだよね、地方住み多いんだよね私のファン意外と。夢の国一人で行けますよ、全然一人でいますよ私。うん、よくいる。ディズニーに近い人はそんなにいないかもね。まあそれもねちょっと問題なんだよね。そう。On the last I see you bright。 最近私米が好き。米なんかでも無性にご飯が食べたくなる時ってタンパク質が足りてないらしいですよ。炭水化物じゃなくて、なんか米が食べたくなってもその時米が食べたいって思う理由は、不足してるのはタンパク質なんだって。そうだから騙されずにタンパク質を取った方が、なんだ、効率のいいダイエットになるよって書いてあった。だがしかし私は白米が好きだ。なぜなら富山育ち、富山生まれ新潟育ち、米の国に生まれ、米に愛され、米を愛し、この方26年。ああもう疲れてきちゃった。
米食べたいって思ったら鳥食べるの？米食うよね。そう、みんな自分の心にね、素直になった方がいいよ。もうさっきの話に戻るけど、だって人間いつ死ぬか分かんないんだから、こうなんかもう食べたいと思った時に食べたいものを食べたいだけ食べるっていうのが一番いいと思います。そう、だがしかしそんなことを言い訳にして、いつか死ぬから食べたいを食べるんだとか言ってるやつほど痩せません。終わり終わり、これぞ終わりって感じだけど、これ私の作詞作曲中井理香の終わりの歌ね。そう、終わりなんです。近づきたいよが君らのせいでさ、昨日からずっと頭から離れて、君の理想になんとかがならない、 Can you keep your secret?昨日からプリンバンバンのね、実力を発揮しきる前に、もしかわからん、テレナの日クリームエイラの前のアイスよりアイシーアイシー、俺パッと見できないいいことばかりだけど、ベリーハッピー、あ切れてる、あ切れてる、周り恵まれてる、家族友達ハッピー、もう反則的立ち位置、みんな俺に任せとけばいい、教科書にないもん、ダッシュにない、ジョバットの番じゃない、鏡よ鏡答えちゃって、 Do the best, I'm a best, oh yeah。 昨日歌詞見ながら歌えると言っていた。そうだよ、昨日ので覚えた。私覚えるの早いんだよね、歌とかダンスとか。天才かも。大体見たらいける。うん。見る気が起きないだけで。いやいやいや、学歴もない、前科もない、余裕でピンピン。プリンプリン。プリンプリンで覚えちゃうよね。
How are you? I'm Mike. Thank you. And you? I'm fine, thank you. あのさ、英語の先生って言ったよね。中学校の時とかにさ、あれなんて言うんだっけ、 ALT だっけ、 ELT？ それエブリリトルシングじゃない？記憶の中でちょいよりずっと二人はちょいよりこれ違うか、これ何の、誰の歌これ。ELT って何の、え、ELT だよね。Time goes by. Yeah. 違うと思うけど、思い出せない。私全然詳しくないからやめて、専門知識でぶん殴ってくんの本当に分かんない。私なんつうのはほら、あの あれですよ、ラッド育ち、アクアタイムズ生まれ、ラッド育ち。あ、出会えたことから全てが始まっただ。はいはいはい。ちょい寄りなんだよな。出会えたことから全てが始まった。傷つけ合う日もあるけれども。一緒にいたいとそう思えたの、あの眠らない明日へとつながっていくよ。や、え、下ろせるかもしれない、朗報。モッチー降臨。これは朗報じゃない。
意外と。だいぶ暑い展開。ねえ、グッズどうなんだろう、私なんでわかんないの。私が一番わかってなきゃいけないのに。特殊効果発動、ご本人様って全然情弱なんだけど。なんかさ、アホみたいな話してたらさ、2時間経とうとしてるんだけど、キモない？え、2時間経ったよね。経ってないか、まだか。え、2時間じゃない？終わりですよ。もう。本日のご来店、誠にありがとうございますって感じ。今日の収穫としては、モッチーもできる。モッチーもできる。特殊効果はご本人様。やっぱり怖い話を入荷してるの3本です。それではいきますよ。じゃんけんぽん。ふふふ。僕らは旅に出よう、太陽の国を目指して。知ってる？ねえねえ、沖縄1日目のさ、ちょっと私のインスタ見れる人いる？今沖縄1日目の服ってあげてる？私ふわり愛の、ごめんありがとう。もうすごいじゃんみんな、私の手となり足となり。すごない？このこの統率力。みんなが優しいだけなんですよ。私あげてない気がするんだよな。
インスタでは確認できない。ほらみー、やっぱあげてないやん。これもじゃああげなきゃいけない。やばい、インスタの渋滞が止まらない。チャットには、あ、チャットにはね投稿した、それはね覚えてるんだけど、なんかね、確か2日目の服はねリールで載ってる気がする、お団子してるやつ。パンケーキ食べたいな、パンケーキ食べたい。やっぱなんかあれだな、私タンパク質を食べよう、そしたら落ち着くんだと思う、この気持ち。 In my heart。でも今日は、じゃあ一個安心してほしいのは、今日はご飯食べるから、みんな安心したまえ。いつも食べてください。ちょっといつもはね、ちょっと厳しいかな。痩せたいんでね、私も。みんな痩せた？どんぐらいいったの？マイナス何キロぐらいいってる今。一緒にやろうねって言ったよね。私忘れてないからね。ぎくじゃないんだよ。ぎくじゃないんだよ。だだだだだ、そういう約束だったっけ。今測ったらなぜか、なぜじゃないでしょ。でリカもストレッチしよう、体がバキバキ言うとる。
こんにちは。沖縄1日目の服をとにかくあげよう。だって沖縄なんていつの話も全然だいぶ前なんだけど。はいはいはい。でもまだ私は平均体重に行ってなかったらセーフだと思ってるんだけど、平均体重はまだまだあるのできっと大丈夫。平均体重超えてない事実だけでいい。そうだよね。でもみんな細いじゃん。2割って細いよね。そういえばダメだこの人たちにダイエットを。させては。そういえば2割って細いんだった。てかどうしよう、一緒に写真撮るからさ、ねえねえポーズ決めてきてね。2割はね、細いよ。どんなポーズしようかな。みんなも決めてきてね。決めました今。久しぶりのツーショットのしすぎるね。楽しみだよね。スタッフさんが撮ってくれるんかな。うん、そうだと思うよ。そう、なんか後ろの人が撮ってくださいみたいな制度はないです。びっくりしちゃうでしょ。あ、じゃあ後ろの方が撮ってあげてくださいとか言って。え、めちゃくちゃサボるやん仕事みたいな。
そうそう、ディズニーの、ディズニーのフォトスポットみたいになってたらキモいっしょ。後ろの人じゃないな。だからそんなことはトラブルの元になるのでしないと思いますよ。さすがに。ポーズ悩むな。ポーズね、考えといてね。かわいいやつ、なんか現役の時これできなかったからとかもいいよ。あ、そう、なんか過激なやつはダメだけどなんか取りそびれてたみたいなそのやつとかね。わかんないけど。うん、良識の範囲内でやってください。そこはじゃないとさ、次またなんだ、そのイベントやりますってなった時にいろんなさ、こう規制が入ったら嫌じゃん。私だって今回すごくなんかやりたいことたくさんあったりしたけど、それをさ一から考え直したりしてるわけだから、そんなことになったら悲しいじゃないですか。なのでルールはみんなで守りましょうね。やっぱ変なそういうルール守らない人たちのせいで増えてくから、ルールってどんどん。そうだから言われたことはちゃんとやる。はい、偉いです。てかマジで時の流れが一瞬すぎる。今日何も中身あること喋ってない。まあいっか今日はじゃあ脊髄配信ということで、いいよね。ハム太郎。アクリル板はね、多分ある。でも座って撮れるようにはしてるから、なんかあんまり心配はいらないだろうけど、ただちょっと声張って喋ってもらわないと聞こえないかも。これは経験談なんですけど。
かな。え、あとなんかイベントについて質問がある人とかいますか？私の答えられる範囲になってしまいますけど、答えますよ全然。これはどうしたらいいですかとかあったら。とりあえずグッズの詳細みたい。ねえ見て早く。なんでまだ見てないの？お手紙とかプレゼント大きくなければ受け取り大丈夫です。ただ私から言えるのはくれぐれも無理せずで。そう、それっていうのは何かっていうと、そのプレゼントとかじゃなくて来る時とかもね、天気悪かったり交通の便が悪くなっててもリカちゃんにせっかく会えるからと思って無理してくる必要はないよってこと。またどうせ会える機会を作れたらいいなと思ってますし、そのなんかなんていうの、みんなの安全の方が大事だから、なんかもし何か原因で来れないよって人は無理して来なくてもいいよっていうこと。そう、それはしょうがないねっていう理由だったら私は怒んないから。そう、だから風邪ひいたのに無理してくるとか、そうなんかなんだろう、私以外の他人にも迷惑をかけますっていう声は私のイベントではちょっとやめてほしいので、本当その人たちの状況に応じてしっかり来てください。無理はしないでください。やっぱりどうしてもね、推しのこととなると周りが見えなくなっちゃう人もいるので、そうすると普通にこう応援してる人とか他のファンの人にも迷惑がかかっちゃうかもしれないから、今後ねイベントができなくなっちゃったりとかするかもしれないから、もう一旦無理はせず、ほんと自分のことを優先的に考えて来てください。はい、別に怒りませんからそう、普通に心配になるしフラフラの状態で来られても、え、大丈夫って、私が気が気じゃないからステージから見ててってならないようにしてくだちゃい。きっとみんなならね、物分かりのいい2割ならきっと今の私の言葉の意味が分かってると思うんですけど、分かってるよね。うちの子たち天才だから大丈夫。皆さんエラチの民です。エラチの民知ってる？なんか何かを頑張ったら
なれるんだよ、エラチの民。例えば私に返信するのを毎日してたりとかしてたら、エラチの民認定が利害面の国の栄誉国民みたいなことですよ。名誉すぎる。なので皆さんしっかりね、エラチの民になって遊びに来てください。エラチ神はいつも見ています。エラチの神、エラチ神。エラチ神様。いやー、いよいよ宗教化してきたな。最近うすうす感じてはいた。うん、あ、なんかリカ姫界隈宗教化してきてるって。エラチ教そう、エラチの民による、エラチのためのエラチ教。完全に入信してる。ふぅ。とにかく私はインスタを早急に上げなければならない。だってもうミニファン終わっちゃったからね。もうそろドナパル始まるから、ドナパルまでにこのミニファンの投稿を消化しなきゃいけないから大変だ。配信終わりいつも手を合わせてる。エラチ神に。偉いじゃん。もしかしてエラチ神の人。たくさん
っていうかさ、コールしてね。そうだ、私これも言うの忘れてた。あのさ、最初のさ、頭2曲さ、つかにしたんだけどさ、コールしてね。コールしながら撮って。なんでもいいけど。え、それは分かってる？コールしないとダメなんだよ。コールに命かけてる。あ、じゃあ大丈夫そうかな。コールと撮影と肉眼ではもう無理じゃん。やりたいことオンパレードでも無理じゃん。影分身覚えないよね。そうね。ミックスとか久しぶりだか覚えてるか心配だ。頼むよ本当に。静かな、なんかあの卒校の時みたいにお葬式になるの嫌だからね。ちょっとしかも呼びかけといて、ツイッターかなんかで頼むよ本当みんな。はい、という感じでね、そろそろ終わりますか。あの名札を持ってくる、コールをする、1、2曲目は私のことを可愛く撮る、これを心がけてください。で、あとわからないことがあれば、私質問箱をインスタにずっと開けておくようにするので、そこでしてください。今はちょっとまだないんだけど、はい、できますか。これができたらエラチの民のエラチ神に褒められます。なんなんエラチ神って。もうほんと脳死で喋りすぎてる。できますか？はい。それじゃあちょっと枝田自身に言っとくね、私から。仲いいから。ランキングが7位がステラさん、6位が元吉さん、5位が茶太郎さん、4位が川柳さん、3位がティンクさん、2位が堀もきさん、1位がタタホッカさんです。ありがとうございます。もんじゃん、またもしかしたら夜中配信するやもせんです。またねー、おやちみー。え、寝るのって思ったでしょ。私は寝る。パリ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 。